アルソールは化学式 C4H4 アッシュの有機ヒ素化合物であり、アルセノール、アルサシクロペンタジエンとも呼ぶ。メタロールの一種でピロールと等電子的であり、窒素の代わりにヒ素が位置している。ピロール分子が平面上であるのに対し、アルソール分子はそうではなく、ヒ素と結合する水素原子が平面から飛び出している。アルソールはピロールの 約40%と中程度の方向属性しか持たない。純粋な形では報告されていないが、アルソール類と呼ばれるいくつかの地下アナログが存在する。アルソール類やさらに複雑なアルソール誘導体は、ホスホール誘導体と似た構造及び、化学的性質を持つ。アルソールが、ベンゼン管と融合した分子は、アルシンドール、または、ベンザルソールと呼ばれる。アルソールは、 複素間肉と原化合物の一つである。アルソール等の環状有機ヒ素化合物の命名は IUPAC に承認された拡張範疇ウィドマン命名法に基づき以下のようになる。英語のスラングアスホールと音が似ているためバカげた名前とされてからかいの対象となることがある。しかしこのバカげた名前との偶然の一致により詳細な科学研究が刺激されてきてもいる。 アルソール自体は未だ管理されていないが、分子構造や電子配置は理論的に研究されている。計算により、水素原子が他の原子や小さな炭化水素機に置換した単純な誘導体の性質も研究されており、より複雑な誘導体の化学性質に関する実験報告もある。この状況は他のメタロール C4H4MHz と同様である。 計算により、ピロール分子は平面上であるのに対し、ホスホールとより重いメタロールはそうではなく、ニクトゲンが結合した水素原子が平面から飛び出ていることが示唆される。同様の傾向は、フッ素化した c 4メ4 m h z 誘導体でも予測されるが、反転障壁は約50から100%高い。フルオリンのように窒素に結合した水素原子が置換すると、 ピロールでさえも平面性を失う。しかし、平面性は MH 結合が分子平面の左右に広がる2つの配置の間の変換に必要なエネルギーによる計算で評価されるが、2つの配置の間で熱、または量子のトンネル効果があり得るため、このエネルギーの値が0ではない小さな値であることは、必ずしも分子が低い対称性を持つことを意味しない。 アルソールの方向属性は、関連子の非極在化及び共鳴に近する。平面性と深く関わっており、分子がより平面であれば、方向属性はより強くなる。アルソール及びその誘導体の方向属性は、実験と理論の両面で、長年論争の的になってきた。量子化学計算と組み合わせた二千五年のレビューでは、方向属であることが知られているピロールの四十パーセントの、 感電流であるため、アルソール自体は適度に方向属性を持つと結論付けられた。しかし、長い間、非方向属とみなされてきたシクロペンタジエンでも同等の感電流が計算された。他の報告では、方向属性及び平面性はアルソール誘導体間で異なる可能性があることが示唆された。アルソール誘導体の科学的性質は実験的に確かめられており、 ホスホール及びその誘導体の性質と類似している。アルソールのすべての水素原子をフェニル元で置換すると、有点摂氏215度の黄色張り状結晶である、ペンタフェニルアルソールが生成する。この複合体は、1、4次用度マイナス1、2、3、4テトラフェニルブタジエン、または1、4次リチオマイナス1、2、3、4。 テトラフェニルブタジエンと2塩化フェニルヒ素をエーテル中で反応させることにより、周率50から93%で得られる。この反応で2塩化フェニルヒ素の代わりに3塩化ヒ素を使用すると1クロロマイナス2、3、4、5テトラフェニルアルソールが生成する。これも黄色の針状を形成するが、融点は低く182摂氏184度である。 ペンタフェニルアルソールは、さらに過酸化水素で酸化され、有点摂取252度の黄色結晶となる。これは、摂取150度のイソーオクタン中で、ペンタカルボニル鉄と反応し、化学式 C34H25 圧、FE3 の固体有機素化合物を生成する。ペンタフェニルアルソールを、金属リチウム、またはカリウムと反応させると、1、2、3、 トリフェニルナフタレンが生成する。2、塩化フェニルヒ素と、洗浄ビフェニルを反応させると、有点摂氏170度の個体である1、2、5、トリフェニルアルソールが生成する。この化合物は、アルカリ金属で処理することで、様々なアニオンを形成する。ありがとうございます。